演算一行7月4日から2014年12月10日は、日本の音楽評論家、実業家である、日光証券会長を務めた、東山源一の長男。東山源一の長男として、東京市麻布区、郊外町に生まれ育つ。クリスチャンの家庭であり、一行自身もプロテスタントの信仰で育った。百二十九年、成城学園小学校に入学。 同級に、加藤一郎がいた。1933年、沢柳正太郎没後の学園経営をめぐるトラブル、いわゆる正常事件により、小学6年時に自主退学し、第2学期から、麻布区立南山小学校に転校。1935年、府立高等学校尋常科に入学。第1学年に学期からピアノを、僕よしなりに指示。 1939年、府立高等学校門科をつるに進学。坂井康史に、チェロと火星学を学ぶ。1940年から、成城学園の合唱団に加わり、ジョゼフ・ローゼンストックの指揮のもとに、ハイドンのオラトリオ、指揮、モーツァルト、レクイエム、バッハ、マタイジュ曲などを演奏。1942年、 東京帝国大学文学部美学美術史学科に進み、俗吉成のもとで一時中断していたピアノのレッスンを再開。1943年12月、第一回学徒出陣により東部第6部隊に編入され、戦時中は1945年7月から甲府の連隊で暗号教育の教官を務めるなど、同年9月に復員するまで内地で、 軍隊生活を送る。1946年4月、東京大学大学院に進み、音楽美学を専攻。同年、音楽する心が、音楽の友しの7.8月合併号に掲載されたところ、野村光一に注目され、野村の勧めで10月から、毎日新聞に音楽辞表を執筆。1948年4月、慶応義塾高等学校講師となり、 西洋音楽史を担当。当時の受け持ちのクラスに、林光がいた。同年9月、斉藤秀夫たちの発議により、子供のための音楽教室が開かれたことに伴い、同教室で音楽理論と音楽史を講じる。同年、演算改正会長に就任。1949年から1950年まで、日光証券監査役を務める。この間、 1949年4月にフェリス女学院短期大学音楽部助教授となる。同年5月から東京芸術大学音楽学部講師を兼任。1951年に突出し、超高生としてパリ音楽院とパリ大学に入学。前者ではジャック・シャイエの下で、後者ではノルベール,ルフルクの下で音楽史を学ぶ。1957年に帰国。 1959年から東方学園短期大学教授。この間、1960年12月まで読売新聞で音楽辞表を担当。1962年、演算音楽財団を設立し理事長に就任、同時に付属図書館を東京都港区に開設。1987年に日本近代音楽館に改称。 近現代日本の作曲家の自筆譜面10万点を、はじめ、書簡、原稿、プログラム、録音資料など、資料は全50万点を所蔵していた。2010年3月自身の恒例と財政事情により閉館され、資料は明治学院大学に寄贈された。1962年、祭祀と共に再突出。翌年5月に母が脳腫瘍で、 歩行困難となったため帰国。1967年、江藤敦淳し、高島修司と機関芸術を創刊。1976年、ショパンで第18回毎日芸術賞受賞。1979年、フランス文芸勲章オフィシエ賞を受ける。1983年、民間人として初めて東京文化会館館長となる。百八十五年、 指示法省及び中島建造音楽賞を受ける。1987年、京都音楽賞受賞。1991年、東京芸術劇場館長を兼務。日本音楽コンクール委員長などを歴任。1993年、君山当局日中受賞受賞。1995年から1996年まで、東邦学園大学の学長を務める。 1998年、文化功労者に選ばれる。2010年に、明治学院大より名誉博士号を授与された。その他の著書に、私の音楽手帳、今の音昔の音や、演山一行著作集、全六巻などがある。機関芸術出版社長、東京音楽、ペンクラブ会長、日本近代音楽財団理事長、演山、改正の代表取締役相談役を務めた。 2014年12月10日、脳梗塞のため死去。92歳没。妻の遠山恵子は、アルフレッドコルトに指示したピアニスト。弟の遠山真治は指揮者。末弟の遠山直道は、ダビット社社長。長男の遠山孝一は、西洋美術視野で、慶応義塾大学文学部教授。次男の遠山明義は、 演算改正株式会社の代表取締役及び三津海道ゴルフクラブ理事長。おいに工学者の遠山元道とスープストック東京の遠山正道。NHKFM ラジオの名演奏家を聴くアルフレッド・コルトー集を担当し主要ディスクを紹介した。コルトーは指の腹を使って弾きなさい。こうしないと本当の音が出ないと教えていました。 コルトーはなぜかショパンのタランテラを生徒によく弾かせていた。コルトーはマズルカをほとんど録音できなかった。マズルカを公開の場で弾いたこともあったが、筋違いのように感じましたなど軽妙なエピソードを添えた。フランス語のコーチ装飾の通りに、あえて幻想即興曲を即興幻想曲と発言して紹介していた。ありがとうございます。